ピープル、僕らはこんなに違うけど、星に。黒人のメスの友人と趣味でポッドキャストをしている経験なユダヤ人の両親を持つ人族のオスが、ある時黒人のメスと恋仲になります。しかしユダヤ人と黒人ではアメリカ社会における文化が大きく違うためにどうしてこんなに黒人とユダヤ人は価値観が違うのか?というのをコメディータッチで面白おかしく描いているデートムービーです。まずユダヤ人はタブーを嫌います。理由は死後に天国に行けないと洗脳されているからです。それに対して宗教を信じていない判断力の高い主人公は別に自分は死んだ後のことなんか気にしていないというシーンだったり、ユダヤ人の主人公が自分のポンコツな家族に自分の黒人の彼女を紹介する時のその過程での会話がおまんじゅうにとっては手足を縛られてテロリストに尋問されるサスペンス映画を見ているようなヒリヒリした映像であり、主人公のポンコツ両親は自分は黒人差別はしないんだ、黒人差別をするような奴らは馬鹿げている、だとかスポーツ選手は試合前にみんな膝をつくべきだとか、個人のパーソナリティではなく主に内陸の白人がするような主人公の恋人ではなく黒人として接するような振る舞いのおサイコさんっぷりのヤバさがベネ。アメリカの日常的な人種差別だったりなぜ人族は差別をやめられないのか?がとてもシニカルに描かれた作品。